皆さんこんにちは。人気 YouTuber 東海オンエアの柴優と妻綾南が18日までにそれぞれ自身の SNS を更新しています。夫婦や東海オンエアをめぐるトラブルで休団し、ファンから悲痛の声が上がっています。17日インスタグラムのストーリーズで思い詰めていることを明かした綾南。多額の慰謝料請求して絶対に離婚してやると宣言したことを皮切りに、夫や東海オンエアへの思いを次々に暴露しました。積年の恨みやこれまでのトラブルを告白し、大きな話題を集めました。これに夫の柴優も SNS 上で応戦しています。電話に出てください、落ち着いて話し合いましょうと呼びかけていましたが、綾南の怒りは収まらず、綾南から名指しで非難を受けた東海オンエアのリーダー哲也は YouTube チャンネル東海オンエアの控室で動画をアップし、最低限のネットリテラシーを培ってほしい、それができないのであれば僕自身とは関わってほしくないし、話題にも上げてほしくないというふうに言っているという状況ですと説明しています。この対応をめぐり柴優も暴言を並べ、強い言葉で哲也や綾南を批判する投稿を続けると、その内容は次第にヒートアップしています。情報のリークやスキャンダルの暴露、リベンジポルノにあたる動画を流出させるなど、収拾のつかない事態になりました。ファンからは柴優にはとりあえず休んでほしい、今の本当の状況がわからなくてものすごく不安だし怖い、本当に柴優も哲也も落ち着いてくれ、東海も柴何も好きだったのに本当残念、見てられない、本当に辛い、本当に今の状況は受け止めきれないしショックすぎる、綾南の精神状態が心配、子供たちは大丈夫なのかななどの声が上がっています。騒動を受け東海オンエアの YouTube チャンネルは16日時点から2万人減った一方、綾南の X は14万人増、柴優の X は24万人増と注目を集めています。柴優はなぜ壊れたのでしょうか。現在柴優の X が荒れています。このままだと東海オンエア脱退の可能性もありますね。哲也と綾南の反応はどうなのでしょうか。柴優が壊れたのは綾南の離婚宣言騒動です。綾南が柴優と離婚を決意した理由はどうやら東海オンエアの哲也が絡んでいるようです。長年綾南と東海オンエアの哲也は不仲でしたが、ここに来て何か決定的な原因があったのでしょうか。綾南はインスタでこのように発信しています。いつまでも執着してストーカーみたいで本当に気持ち悪いです、いい加減にしてください、私は私らしく生きたいだけなので、お前のためになんで私が変わらなきゃいけない意味がわからないし、お前はただ YouTube で大成功しただけの童貞キモ男なんだよ、ネチ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 長文 LINE 送ってこないでキモいから全てを人のせいにするな、お前が選んでやったことじゃねえの、いい年して結婚もしたのに、まあだそんなこと言ってんの、お前って幸せじゃねえのと発信しており、東海オンエアのリーダー哲也とのやり取りを想像させますね。哲也さんが綾南に何か伝えたのでしょうか。それは綾南と柴優のチャンネル柴南チャンネルの活動に対して哲也が不満を持って綾南に東海オンエアの活動を優先させてほしいなどと伝えた、柴優を独占して家庭に返してくれないなどが挙げられるでしょう。綾南さんはインスタにて多額の慰謝料請求して絶対に離婚してやると柴優に対しての怒りを思わせる離婚宣言でしたが、そしてもう今のうーくんは何かに取り憑かれたようで、人として生きることを諦めた YouTuber という名の化け物に見えます。かわいそうだけど本当に背負わなきゃいけないものが別々にありすぎる、子供は私が責任持って今も育ててるし、たくさんの協力してくれる人もいるし、こんな私にも愛してくれる人が本当にたくさんいます、そういう人を大切にして生きていきたいですと綾南さんは発信しています。そして柴優は哲也と綾南の板挟みになって、いよいよ柴優が壊れてしまい、本心を読むことが難しくなっています。柴優の X アカウントも新しくなりましたが、自己紹介のところに私の最大の目的は哲也とヒステリックブス元嫁コアラ女綾南を社会的に抹殺しますと2人に対する宣戦布告がされています。
芝優がこのまま精神崩壊した状態であれば東海オンエアを脱退する可能性がありますね。哲也は芝優と綾南の騒動について説明動画を公表しています。哲也は綾南のことを避けている理由と芝優が連絡取れる状態ではないことを伝えています。動画では哲也が綾南を避けている理由を説明しています。要約すると、ネットリテラシーがなく一時の感情で発信してしまう、身内で解決できることも話し合う前に発信してしまうため、東海オンエアと関わるときは考えてほしい、適切なタイミングを見て公開してほしい、表舞台に立つ人間としての最低限のマナールールを守ってほしい、ネットリテラシーのない人と関わっていくのはあまりにもリスクが大きい、数年話していなかったが少し前話す機会があって、最近は話も聞かないし、僕の不安も過去のことかもしれないと思い、昔の大人げない対応について謝らせてもらった。直後にその会話を生放送で唐突に発信されてしまったり、僕の気持ちが裏切られる行為がいくつもあって、やっぱり変わってなかったというのが愕然。ストーカーのように粘着、一貫してネットリテラシーを培ってほしいし関わってほしくない。どうしても夫の芝優から耳に入ってしまうと思うが、勝手に発信しないでほしいと語っています。最初は綾南の暴走のような形でインスタのストーリーズから離婚騒動を起こしていましたが、芝優が壊れたことにより少し冷静になってきている印象があります。また哲也は直近のツイートではこのように発信しています。綾南さんへ、家族も世間も巻き込んで離婚だなんだと騒ぎ立て、自分の言葉に責任を持たずに手当たり次第に感情を撒き散らす。あなたのことを拒絶しようが受け入れようが、いずれこうなった。だから関わりたくなかった。もうあなたと会話することは何もありません。芝優へ、今までのことを真剣に謝りたい。グループやその周りの人を守りたいという一心で綾南を俺から遠ざけていたけど、何よりも大切だったはずの芝優の気持ちを犠牲にしていることに気づくのが遅すぎた。気づいても見て見ぬふりをしていた。芝優の優しさにずっと甘えてた。どうしたらよかったのかわからないし、綾南が危険人物という認識は変えられない。今から前みたいに戻れるなんて思ってない。もう何もかもぶち壊れてる。世間体なんてどうでもいいってところまで正直来ちゃってる。でも二度と出会えない人生で一番の親友として誠心誠意謝りたい。グループのことは気にしなくていい。自由にしてほしい。好きに生きてほしい。許してほしいとも思わない。会話しなくてもいいから俺の言葉を聞いてほしい。この機に及んでわがまま言ってごめん。どうかお願いします。視聴者の皆さんへ、10周年を迎え、これからいろいろな楽しみが待っている時にこんなことになってしまい、本当にごめんなさい。リーダーとして不甲斐ないです。これからたくさん謝らなければならないことがあると思いますし、しばらく何も発信のない不安な時間を過ごさせてしまうかもしれません。それでも僕は芝優とメンバーのことを第一に考え、全力で動きます。みんなの目に見える場所ではないかもしれないけど、大切なメンバーのために全力を尽くすことだけは誓います。僕はメンバーのことが、東海オンエアのことが大好きです。信じて待っていてくださいと発言しています。その後、綾南はこのツイートに対して反応します。まあ哲也は私にとってクソ童貞ちゃんでした、ということで謝れないんだね、よしよしって感じ、言いたいこと全部言えたし最高にすっきりしました、わあ気持ち悪かった、仲直りできるといいねと引用リプを送っています。いかがだったでしょうか。ファンにとっては早く収束してほしいところではありますね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。